自分の体を自分でこう大事にできるようにこうなってほしいなっていうことは気をつけてます。健やかという言葉が好きです。健やかっていうのはこう人っていろんな状態があると思うんですけれども、よりいい方向に今よりもちょっとだけでも良くなりたいっていう、こう気持ちの表れだと思うんですね。もうほんの少しだけいい方向に向こうかな、こう自分にとって健やかな方向はどこだろうなんていうふうに探してもらって、その方向に向かって一緒に施術をしていけたら、それはとてもいいんじゃないかなと思うので、施術でパターンみたいなものは決めていないので、手順通りに全部やるというよりも、その人のその日の状態に合わせて、例えば今日は針をやってちょうだいとか、マッサージがいいとか、それは言われることもあるし、自分から今日の状態では針がいいんじゃないでしょうかとか、呼吸がいいですよとか、あと運動していただいたりとか、姿勢を見たりとか、そういうことを柔軟に提供できるように心がけています。